はい、そしてサロンの第2部は今後私に加えて親子留学ママのマリエさんが今回からご意見番として参加してくれます。そして人気者村井さんの3名でワイワイ進めていきたいので、皆さんもぜひ参加してください。はい、おはようございます。皆様、先日ハワイが大好きすぎてですね、私も先日娘と一緒に親子留学をしてまいりました。今回ご意見番というポジションを頂戴したので、皆さんと盛り上がりつつ、私もどんどんコメントしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。はい、村井さん出てきましたね。それではここで次のトピックに行きます。スーパーで買える受けるお土産ランキングについて、現地ライターのカズコスピアさんが登場されます。ハワイでルルブやアロハエキスプレスなどの雑誌のほか、現地情報誌ライトハウスで育児のコラムも長期にわたって連載されているスーパーママなんですね。カズコさんの持ち込みネタで、今回長年にわたる取材やメディア、SNS を通した反響をもとに、人気のお土産と独自目線のおすすめを当サロンの皆様だけに紹介してくれます。皆さんメモのご用意をお願いします。村井さん、マリエさんもよろしくお願いします。はい、カズコさん。はい、皆さんアローハー、ライターのカズコです。よろしくお願いします。ハワイ渡航前の準備と同じぐらい、日本に帰る時の、お土産っていうのはすごい大事だと思います。それで、一番皆さん注目されていると思うホールフーズからご紹介します。でホールフーズのお土産の、人気第1位は、なんといってもエコバッグなんですね。でデザインが可愛くて、オーガニックコットンなどを使っていて、ご当地感も満載で、とにかく、大人気です。で、2番目は、リップバームで、いろんなトロピカルフルーツ のフレーバーがついていて、小さいですし、持ち運びもとってもかさばらず便利です。で3番目は、トラベルサイズのボディケア製品で、こちら全部オーガニックとか、とても素材のいいものだけを取り扱っているので、それが揃うのはホールフーズだけかなと思います。でスーツケースにもかさばらないので、お土産にとっても便利だと思います。で番外編としてですね、私がおすすめしたいものは、まずセレスティアルのハーブティーです。でこれはハワイというよりアメリカのお土産として、とっても可愛らしいパッケージが特徴だと思います。でもう一つは、今サステナブルな人たちにとっても注目されているタブレット状の歯磨き粉で、液体と違って軽いですし、いくつか缶の中から出して少量を持ち運ぶこともできますし、新感覚でとってもいいと思います。で次にですね、スーパーの中で、ローカルスーパーの代表格としておすすめしたいのがフードランドなんですね。で、まずここもエコバッグが実は人気なんですけど、お土産としてホールフーズとは違って、すっごいド派手なデザインがローカルチックでインパクト大です。で2番目は、サンバムの日焼け止めなんですね。でこれ、ゴリラの絵が可愛いのですぐ目につくと思うんですけれども、実はサンゴ礁を傷めないノンケミカル素材のみを使っていることとか、あと SPF70 までのものが揃うとか、ものすごく品質、効能ともにおすすめできます。でお肌にも配慮されています。で3番目は、ちょっと意外なところで、スマッカーズのマジックシェルで、これあんまり見たことがないと思うんですけど、アイスクリームに、冷たいアイスクリームにかけると、途端にバリバリのチョコになって、とってもお子さんたちが楽しくアイスクリーム食べられるんじゃないかなと思います。日本では珍しいので受けると思います。
で、フードランド、これ番外編なんですけど、日本には持って帰れないんですが、とにかくフードランドに行ったらまずポケを食べてみてください。あの種類も味も抜群の品揃えで、ハワイ のローカルも必ずランキングで、上位に投票するぐらい人気の定番、フードランドといえばポケっていう感じです。あとフードランドの特徴としては、アールフィールドのワインがあるんですね。で、ワインなんですけど、スーパーの売り場という枠を超えて、ものすごい豊富なセレクションを誇っています。で、もう専門店のレベルと言えると思います。で、カリフォルニアワインなんかはとてもコスパよく、品質のいいものがたくさん揃っています。で、次に、ご紹介したいのは、みんな大好きドンキホーテで、現地在住者はもうここでばったり、ノーメイクの時に遭遇するみたいな、お店ですけれども、第1位は、ここの第1位は、コーヒー、いろんなブランドのコーヒーがたくさん揃ってるんですけれども、フレーバーコーヒーっていうのをおすすめしたいと思います。バニラマカデミアナッツフレーバーっていうのがとっても甘い、ハワイっぽい、香りがして、私もずっと長年いろんな人に頼まれて、持って帰っています。で、2番目が、同じくコーヒーなんですけど、今度は、アイカネコーヒー、ハワイ島の粉コーヒーっていうのは本当皆さんがご存知な有名なコーヒーですけれども、粉よりもっと、南東の方に行きまして、カウという地域で、栽培されているのがカウコーヒー、今ではもう、いろんなコンクールで入賞するような、粉コーヒーより酸味が少ない、すごく飲みやすいコーヒーとして大人気です。その中でもサステナブルに、自社農園で作っているアイカネコーヒー、たくさんドンキで取り扱っています。で、3番目が、ハワイアンソルトなんですね。で、ミネラル、豊富なハワイ産の、ブラックラバーシーソルトやレッドシーソルト、お料理好きな方、ママ友なんかにとっても喜ばれるんじゃないかなと思います。で、ドンキは、第4位5位も、ご紹介しますね。で、4位は、港屋のガーリックシュリンプマリネード。もうこのボトル1本、加えるだけで、ノースショアのガーリックシュリンプの味がお家で再現できるっていう優れものです。で、最後にご紹介したいのが、コロナ禍ならではの商品なんですけれども、マスクですね、布マスクもディスポーザブルマスクも両方、ハワイアン柄のとってもかわいい、マスクが出ています。気分だけでもハワイが味わえるんじゃないかなと思って、この時期限定ですがおすすめです。ありがとうございました。はい、はい、どうも。はい、お時間がなくなっちゃったんですよね。マリエさんがちょっと何か言いたいですね。マリエさん、はい、ありがとうございます。素晴らしいお土産の数々で、もう全部大人買いして帰りたいぐらいの素敵なアイテムでした。個人的には、私ホールフーズのエコバッグはすごい、いいなと思ってて、結構日本でもたまに持ってる方を見かけるんですけれども、さりげないハワイ感ですごい可愛いなと思ってます。あと、ハワイアンソルトは普段の料理に結構使えるので、たくさん買ってっても日持ちするし、お土産としてももらってもすごく嬉しいので、個人的にはすごくおすすめしたいアイテムだと思います。はい、ちなみに皆さん、お土産で何かそのおすすめのものとかあったら教えていただけるとありがたいです。挙手でもいいですし、コメントでも書き込んでいただくことできますか。ちなみにですね、私のフリースクールに行ってた娘がですね、3時のおやつにこのゴールドフィッシュというチーズのスナックが出てすごく美味しかったと言って、スーパーで買ってみたらとっても美味しかったので、帰国するときに箱買いしてきました。これもすごくおすすめです。はいはい、何か皆様ございますでしょうか。あ、ミキさん。はい。はい。私は、このお
このグアバジュースが大好きで、現地にいると毎食飲んでるぐらいなんですけども、子供が。で、これの、粉状のものが、パウダーが、スーパーで売ってたので、多分ドンキだったと思うんですけども、すごい軽くて1リットルの水に溶かして飲めば、このハワイアンサンの味が出るので、お友達に配ったりしました。あと、なんかキャンディーレイ、こういうキャンディーレイみたいな、こういう入れ物をドンキの文具コーナーかなんかカードコーナーで見つけたんで、こういうのにいろんなばらまきお土産をこう作ってキャンディーレイにして、お友達にあげたりもしたことがあります。和子さんの話もすごい参考になってメモいっぱい取りました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、久保さんからロコモコのグレービーソースの元が粉で軽くて美味しかったですという、アドバイスコメントいただいてます。ロコモコのグレービーソース、これどちらで売ってるんですかね。和子さん、このロコモコのソースはどこに行けば買えるんですかね。ドンキーとかであると思うんですけど。ドンキーですね。ドンキーは大体のものが揃いますよね間違いないでしかも価格が結構安いんですよ ね。そうですね。同じライオンのコーヒーとかでも場所によって値段が全然違うんですよね。うんうん。ABC マートで買っちゃいけない、ね、はい、高いです。ありがとうございます。すいません、時間がね押してしまってるので、実はミキさんがね、ミキさんバージョンというのを出してくださっているので、たくさんいいのをで出してくださっているので、次回ぜひゆっくり聞きたいと思います。今日は和子さん、皆さんありがとうございます。ではこの辺であれですね、はい、今日はこの辺までにさせていただきます。皆さん参考にしてください。